スポーン。はい、始まりましたセブンデイズトゥーダイの時間でございます。イエーイ。今回もゾンビの世界を満喫していきましょう。私が FB スリセブンです。そして漫画喫茶キックマックスです。マットです。エブです。さて、2回目の報道も乗り切りましたし、こっからは遊びの時間です。遊ぶぞ。ほら、ここに風呂もあるよ。ほら、ん、風呂。ほんとだ。これ何風呂なのこれ。水入ってる。水飲み場だねこれ。俺の、いや入っちゃったけど汚くない？俺らのダッシュが。え、どうやって水飲んでる？あ、だからアロマ水飲んでも大丈夫ね。まあ俺らも別に飲めはする。飲めはするよ。うん、4行ってみるか。4行くんすか。いけるか試しに。腕試し、もしかして。そう、腕試しこれ完璧。さすがに無理っぽそう。試してんのはどっちか教えてやるよ。無理っぽよそう。よし。おお、よくやった。いい肉だ。いい肉の日。これは珍しい。ゾンビが食ってる。何しやがるこいつ。おこぼれ。おぶない。よし、じゃあ始めるぞ。いいか。まだついてない。あ、ここ、いや違うの、軍じゃねえな。あー、でも軍ゾンビが出てくるな多分。いや壊しとこ。いや軍っぽいな。いや、軍っぽいよね。軍っぽいね、これ。まあ、獣よりマシか。いや、犬だ。は？いいポジションで戦え、犬とは。これ、切れねえじゃん。あいつ、まだ始めてもいないのに何やってんだよ。ちょっと漁った方がいいじゃん。いやいや。ちょっとだけよーん。おい、犬だらけやん。ほんとだ。俺らにはどうすることもできんよ。な。いや、今こうなってる。中にいるぞ今。ダメ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 。赤目だよ。しかも犬テントの上に上がってったぞ。こいつ行って。赤目トイレの中に。やばい、赤目だ。やばい、結構いる。やばいやばいやばい。この時点でちょっと難易度高い。やばいやばいやばい。これ赤目軍ゾンビダメだ。あ、しまった。かかっちまった。危ねえ。くそ、犬早い。やばい、こっち。ブービー、しまった。やばい、いきなり一人。無理くした。いなくなっちまった。一人どころの騒ぎじゃない。いや、これやっぱ無理くせえな。無理だなこれな。あ、無理っすよ。逃げろ。無理っす。ダッドのごとく逃げるぞ。戦力として乏しすぎる。ああ、これやっぱもう4以上は10持ったら無理だ。いやダメだもうこれやっぱ。うん、話になんない。話になんない。よし、帰るぞ。俺は勝てるぞ。ジョジョハマってたんですけど、ちょっとまずいまずい。死ぬより逃げた方がマシ。スタッコラストスタだぜ。やっぱダメか。ダメ、無理です。やば、赤目追ってくる。私は帰らせてもらう。せめてデスペナがなければもっとガンガンいけるんだよ。そりゃそうだろ。それはね。その通りです。それでもない方だ、ぶっちゃけ。どの MMO と比べてんだよ。まあ昔の MMO。 昔の MMO はマジ1% の経験値失われたら発狂するレベル。2時間ぐらい。俺の一週間が。現実世界でもクエストあればいいのにな。え、ゾンビと戦わしかいけない。無理だ。どういうクエスト？もうちょっとさ、マシなやつ。やっぱリアルクエストはさ、もうちょっと簡単で、例えば朝起きたら水飲むとか。水飲むは普通じゃん。そうだ。デイリーミッション。
子供のなんかルールみたいな言いつけみたいな何もらえんだよそれで朝起きたら体操するとかさスタンプもらえる10個止まると駄菓子もらえるよいやでも現実世界に置き換えるとそんなもんよでもまあ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 ゾンビなんていないんだからさそうだねわあ鉄鋼マジ神だなあすいません余裕があればマジシャベルもお願いしますシャベルだけ僕石なんですあ入ってるけどおおマジ鉄車鉄車鉄車僕1個は残しておいてください鉄車俺3だわ今俺まだ石だねむしろ石の1レベル使ってたマジかよこいつ弱ーちなみに俺は石の2レベルです負けたわ文明引く俺らいやじゃあ分かったよ俺がここの邪魔な砂俺が処理しとくから俺が石炭をここで見つける何が何でも石炭って砂漠の方じゃないとなさそういやあるあるあれオイルシェードかそれはオイルシェード石炭は全然ありなんか鉄掘ってったらなんかいずれ出会わないいつもうん、うん、まあ石炭とか出やすい結果的にてかマップ見ればすぐ分かるあそうなのああ、うん、マップでさなんか白いドットとかあるじゃんこれ全部その鉱脈あそうなのそうなんだけどできれば地下から行きたいからさもちろんねじゃないと俺みたいに死ぬからそれいつからそういう機能あったもうずっと昔からだいぶ前からおかしいな一緒にやってるはずなんだけどななんか気づいたらそうなってたからあ、鉄だとかよかったみたいな鉄あったねここにやっと使ってよかったいやめっちゃ昔の記憶すぎて草マジかよ初心者もいいとこティア3大量発生右上 400m のやつはい今の俺らならあるいはカレーに人参を入れる有名なエオエオもこれは余裕でクリアできるだろう入れるね見損なったぜ入れないわけないじゃん。何お前、人参だけでいいんでしょもう、言っちゃえば。いや、肉も欲しいけどさ。でも肉より人参の方が大事なんでしょいや、肉じゃないと思う、見ても。肉だろ、さすがに。いや、じゃあちょっと。いや、お前、弱いって。弱いよね。俺も今思ったもん。マジお前、弱いって。そこはもう意地でも肉って言っとこ人参おかしいおかしい話が何が何でも人参推ししてほしいわお前にはでも肉の次ぐらいだねええー、絶対ないわ 100% 肉のいや肉の次っていうか多分一番が玉ねぎだと思ういやあそっか正直俺肉だけのカレーよりは玉ねぎ入れた方がうまい。どう思う？玉ねぎ、ペーストとかそういう意味じゃなくて？いや、ペーストとかそういう意味じゃなくて、例えばもう、うんはい、具材としても？あるのスパイスだけです。ああ。はい。その中に肉入れるか玉ねぎ入れるかってあるんです。あ、玉ねぎだね。だろ？カレーの旨味は玉ねぎ出来上がったから。もう、旨味とか置いといて、肉食いたいもん。いや違う、お前の想像してる。そうそう。それもう肉食べたい人じゃん、ただ。カレーってもうすでに玉ねぎが入ってるカレーなんだ。それに肉が欲しいってのは分かるんだけど、それからまずお前の想像してるカレーから玉ねぎ入れたら偉いことになる。カレールーであれでしょ。いや、もう違うってだから、スパイス。違う、入ってっから。違う、違う。玉ねぎたっぷり入ってっから、たっぷり入られないぐらい。そう。ダメ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 、卑怯すぎる。カレールージュの話じゃないの？ない。なわけねえだろ。大前提だよ、もう。
おい、遅えよ、ザコがよ。だこら、ほら、てめえ煽りやがってこの野郎。煽り運転だ。急停止、急ブレーキを繰り返す。てめえ。おい、遅えんじゃないの？この野郎。くそむかつく、煽り運転してきますこの人。ザコにはもう構ってられないよ。言うて俺のチャリもうこういうことばっかやってるから53番まで。やべえ。違うよ、アロマが俺にぶつかってきてたんでしょ。何言ってんだこいつ。お前が寝ながら運転してるから。しかも居眠り運転かよ、救えねえ。やべえ。一発目煽りもするし居眠り運転もするし。僕リアルにはゴールド免許です。よし、やった、ついに俺の足が治る。イエーイ、神は現る。最強伝説、俺は今から神だ。最強伝説になる。あ、やばい、高速で一匹来てます。高速で一匹来てます。うん、やべやべやべ。わー、やべえやつじゃん。くー、助けてー。たたたた、マジテクニカルの有刺鉄線が。あれ？勝てー。いや、放射能いるよ、前に。いる。うわ、放射能おる。しかも湧いてる。湧いてる。あ、いい。湧いてる。もう一個仕掛け。いや、いけるか。いけ。いや、超えてきた、こいつ。いきなり湧いてると放射能。ダメだろ。よし。シュアー。どういった、あいつめんどくせえな、あいつ一層なのに。え、うわ、サドコいるぞ。どこにいる、外じゃない。うわ、放射能サドコ。え、なにちょっと待って、あ、これやばいわ。激ムズクエスト。うわ、放射能やっぱ呼んでる。俺配線濃厚だ。めちゃくちゃ来てる、めちゃくちゃ来てる。俺は帰る。やばい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 。悪いが俺は降りる。めっちゃいるんだけど。きついな。これきつい。無理無理無理。これ帰ろう。帰ろう。よし。チャリ半壊だし。戦力差が。修理しろや。チャリ 50% です。今のちょっと卑怯臭くなかった、あそこ。まあ放射能サドコはマジ一番あかんね。ダメだよ、もう重火器必須なんなの。 あいつ何湧いたの普通に。いや違う、どっちだろうな。いや外から来たような、外からだったと思う。いやでもね、多分、いや赤点あったから違うと思うわ。普通にあれじゃない、クエストだった。てか放射能サドコなんて普通に湧かないだろ。そうかな。うん、何疑ってんの、なんか策略みたいな。いや陰謀論。なんかすげえ外側からやってきたイメージだったから。外側からやってきたね、どっかから落ちてきたね。この中の誰かがやったと。それは言ってない。それはあり、裏切り者がいる、うん、俺らの中に。一番最初に言った人が怪しいと思う。なんか怪しいやつ言ってた。怪しいな。動揺が隠せなかったもん今。クエスト行きます？行きましょう。ちょっと先行ってってくださいというか、そう、今回はお任せます。なぜ？ちょっと遠いね今。
あいつまた謎の遠出してる。散歩してたらその代わり本いっぱい持ってくんで。あ、偉い。それ偉い。あのさ、待って、アロマもいないから俺と FB だけで行くことになっちゃう。アロマもいないの？いないよ。トレーダーの方行ってる。ああ、ジュンの方行ってんの。いや、もう行くか。どうし、ザコと一緒なのは不安だが一緒に行くか。その言葉そっくりそのまま返させてもらうぜ。ああ、ブヘイブラザー。ヘイブラザー。ヘイブラザー。その言葉そっくりそのまま返させてもらう。ウェイウェイ、向かってるぜブラザー。今行くぜブラザー。ブラザーしかいないぜ。あまりにも余裕すぎるから、倒した数カウント数で対決しようぜ。いいね。2、まず俺が2だ。いや俺だよ。仲間割れして。こいつ危ないぞ。逃げろ。争ってる場合じゃない。3。あれ。4。どっちが本当のこと言ってるんだ。絶対俺。今俺が4だね。絶対俺です。争ってる場合か。急な動き。トレーダーいねえのかな。どっちが先。ほら俺、絶対俺。6。絶対俺。今の俺。絶対俺。やばい、鳥来るぞ。鳥だ。鳥ボーナスキャラだ。弱いから。鳥はね、7発7体カウント。あーこいつ急に。よっしゃ。何それ、何それ。いきなり。なんで絶対本当にさ。13。そんなもんねえだろ。どういう理屈。13体です、今カウント。いや、キックそもそも最初から7とか8とかないって。何が。鳥が7とか8だとしてる。さあどんどん行くぜ。うらー、ポイント。はい、今の70ポイント。だいぶ桁上がったな。今テクニカル度合いも重なっちゃったな。テクニカルジャッジだ。ああ。大量ポイントゲットチャンス入ったもん今。ああ、確変来てんだ。じゃあ大量ポイントゲットチャンスゲット。ういー。あいい、ね、今黄色バッグ落としたから俺8万ポイントゲットだね。残念ながら見えてません。下手が。今日の後半のトリコみたいになってくる。やばい。うわー、助けてー。あ、今マイナスじゃんこれ。危ない。今危なかったから80万ポイントは入ったよ。なんでもありかな。赤目は良くないよ、さすがに。もう勝負どころではない。そうだな、赤目は。ここはい、俺が倒したから白地獄はマスパーポイント持ってやるちゃん。何わ、ここやばい。キック仕掛ける。そう、仕掛けた方がいいよ。今争ってる場合じゃねえぞ。はい、へいへいへい、20ポイント入った。もう適当だ。20ポイントもどうでもくらい。どうでもいいな。80万ポイントある。確かに結構蓄えあるな今ポイント。これがやばいんだっけ。わかんない、スーパーアイテム眠ってるかも。あーでも、あ、いいね。で、ここゴールでしょ、多分。ゴールだ。ゴールドルじゃん。出てこい。ハイパーアイテム。グンコ。ハイパーアイテム来ない。グンコ。グンコ。あーダメだこれ。壊れちゃう、俺のロックピック壊れちゃう。任せろ俺に。待てよ、まだ。いけるかも、いけるかも。お、いける。いやー、行った。
超微妙。いや、めっちゃ肉ってんやん、やっぱ。ここの回収ならいい。それやばいんじゃない？それやばいとこやろ、多分。ああ、あ、いる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 。え、どこにいる？ほらほら、こっから見えるって、こっからほら、緑の。ほんとだ、やばー。鎮座してんじゃん、あいつ。まあいや、多分あれだ、押せないだろう。あれはだってそんな強いっていう話だから。見るからに強いからやめよう。まあコマとかダイヤルフレベルだからね。うん、帰るか。ほら、あいつ来ちゃったよ、こっち。嘘。うん、やばい、で、やばい、出口破壊してこっち来ようとしてる。帰るぞ。はい、というわけでもう銃の時代です。銃がないと次は多分乗り越えれないでしょう。俺らは銃と共に生きる。充実した世界だね。そして見てみ、俺は泥水も吸ってでも生きる。すげえ飲んでる。うめえ、泥水うめえ。この謎に溜まった、うめえ。すごい、無駄に100まで溜めちゃうぜ。風呂入ってめっちゃ顔洗ってるさんみたいな。というわけで今回はこんな感じで、全世界のみんなバーイバイバイ。充実した世界。